唐辛子スプレー仕様の実演唐辛子スプレーは、猛獣や、ボートなどに対する自衛手段として用いられる、催涙スプレーの一種である。主成分はカプサイシンで、特に顔に吹きかけられると、目や粘膜の痛みと一時的な盲目を引き起こす。後遺症が残らないため、七姿勢の兵器、五神用具として用いられる。強い怒りや薬物等で、 興奮状態に陥ったりした人間の制圧にも効果がある。催涙剤にも分類され、別名オレオレジンカプシカムとも呼ばれる。カプシカムは唐辛子族の革命である。携帯用唐辛子スプレー唐辛子スプレーは刺激的な薬品であり、目の痛み、呼吸困難、鼻水、咳、皮膚の灼熱感などの症状を引き起こし、場合によっては数時間持続する。 対処法としては、通常、皮膚に付着したものを水で洗い流すことが行われるが、油性物質であるため、植物油を用いる方法もある。命の影響は、後遺症が残ることなく、無害であると結論した、調査報告が発表されている。しかし、ロサンゼルスタイムズは1995年6月に、唐辛子スプレーの警察使用によると思われる死者が1990年、 以降少なくとも61人に上るとの発表をした。過剰な噴射を受けて呼吸困難等を引き起こしたための死である可能性がある。風の報告書では直接的な死亡例は全速保持者の1名のみで、他はコカインとの併用や不適切な拘束姿勢による窒息の疑いがあるとしている。アメリカ軍のアバディーン研究所は1993年に 唐辛子スプレーが突然変異を誘発する影響、発言性の影響、増感、心血感で肺毒性、神経毒性などの知死的な作用を引き起こすことがあり得ると発表した。唐辛子スプレーを装備した機動警官アメリカでの規制は州ごとに異なる。所持や販売については明確に規制されていないが正当な理由のない形態は軽犯罪法や 生活安全条例違反となる場合がある。航空機には危険物として持ち込むことができない。使用については場所や状況によって威力業務妨害や暴行罪として、また被害の程度によっては傷害罪の容疑で逮捕される可能性がある。ありがとうございます。